秋田市新谷地内にて、秋田南バイパスは、秋田県秋田市の海沿いを通る国道7号のバイパス路線。秋田市の公募により、浜名スロードの愛称を持つ。秋田市原島交差点の渋滞緩和を目的として、秋田市浜田あざ境川秋田市八橋犬河原を結ぶ。前線暫定に車線で共用を開始したが、秋田市か浜地区から、秋田市中心部や、 秋田北バイパスへの短絡ルートであり、交通量も非常に多い。特に平日朝のラッシュ時には、浜田小道橋交差点から南浜交差点にかけて下り線が激しく混雑するほか、行楽シーズンには駐車帯浜那須広場から下浜駅前付近にかけて上り線に渋滞が見られる。このように、渋滞緩和が目的の道路ではあるが、新たな渋滞が問題となっており、 2009年度から、秋田市荒谷町技北あたご町秋田市荒谷町技、三津小屋間において、4車線化工事が進められ、2015年5月に、共用開始、同年8月に完成した。起点側に800メートルほど離れて、国道7号下浜道路がある。活平浜ナストンネル付近に設置された、発電用風車、太陽おすもの大橋に関するカテゴリー。 ありがとうございます。